散らしていきます。平島、平島のクロスは誰、スーパーゴールです。いや、決めた田原自身が驚いてますけどね。ここでブロックしてシュートですよね。これは平島のクロスも精度が高かったですが、いや、バイシクルシュート、そう、右手でブロックしてた分ファールにならなかったですよね、足上げても。これ田原がですね、上げた今シーズンの得点は7、そして生涯で上げた得点もたくさんあると思うんですが、そんな中でもこれ 1-2 を争う気持ちいい得点じゃないですか。気持ちいいでしょう、キーパーからしたら一番嫌ですよね、あのシュートね。